listening to A Stage。 はい、さーい、今週も始まりました A Stage、 パーソナリティの浅野人です。 MC の立石真由子です。この番組は人生のステージを紐解き、明日からのドキドキワクワク、そして活力をお届けする番組です。そして、この番組は東京の税理士法人若葉の提供でお送りしております。今日は YouTube ライブとツイキャスでの配信は行っておりません。収録でのお届けとなっておりますので、また来週、再来週から生放送が始まりますので、ぜひそちらを楽しみにしていただけたらなと思います。ということでね、今回は収録での放送ということになってくるんですけども、はい、まあいよいよね、もう9月も終わりになってきて、はい、いや、もういよいよ秋ですよ。はい、浅野さん、はい、あの収録している今日がですね、うん、ちなみに今年残り105日でございます。マジか105日。あと5日後には残り100日。今日切ります。来ました、今年もカウントダウンが来たね。カウントダウンもう100日とかになると、ちょっともう終わるって感じがするよね。そう、なんか10月11月12月みたいなね、3ヶ月じゃなくて100日を切ります、今年、うん、100日ね。はい、残り105日ということで、105日の間に皆さん、はい、やりたいこと、やらねばいけないことをね、確認していただいてね、はい、残りこの105日の間でやりきってもらえたらなと思います。ただな、もう僕がいっぱいありすぎるな。僕がいっぱいありすぎる、もう日本語も喋れてません。もう僕がいっぱいありすぎる、それやらなきゃいけないこと。そうですね、焦り出した。はい、マジか。まあね、でもそうだよね。はい、でもまだね、ちょっと東京、まあ、全国的にもそうだと思うので、暑い日がね続いているので。そう、まあ、まだまだ、ね、暑いですよね。そうそう、本当にね、まあ、9月は暑いってことだよね、うん、9月はまだ夏ってことだわ。はい、覚えました。でも夜はなんかちょっとね、ちょっと秋っぽいっていうか、うん、ちょっと過ごしやすい、寒いまでいかない空気にね、そうそうそう、変わりましたよね、うん、あとはもう日が短くなってきてるので、はい、その辺がね、ちょっと寂しい気持ちになってきてるよね。うんうんうん、だって今もう6時過ぎるとちょっと暗くなってきてるよね。なってきてます、本当に。そう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 、あれってな、うん、なんかちょっと寂しい気持ちにはねなってくるんですけども、うん、まあそれと同時にね、これからねイベントも多いじゃないですか。なんか後半は、はい、多いですね。何があるの、はい、ハロウィンがまたあるでしょ。その前に浅野さんの誕生日ですね、とりあえず、うん、まあまあね、まあね、またちょっと大台に乗ってきますけども、はい、大台に乗っていただいてから、ハロウィンやって、ハロウィンやってね、で紅葉の季節で食欲の秋でしょ、うん、からのクリスマスからの私のイベントです。誕生日、はい、私の誕生日イベントね、イベント、はい、私誕生日のイベント、そうですね、そうね、はい、いや早いもんだな、それはもう、はい、いや誕生日か、ちょっとドキッとしたな、はい、今だってさ止められないですからね。いや40よ。そうですよ、どうですか、40? 気分は40手前の感想聞いとこうかな。いや、今気分、いやもうさ別に何も変わんないんだけどさ、はい、でも40って結構おじさんだって思ってたよね。え、だからお兄さんよね、佐野さんね。まあこのまま、ね、誰から見て何なのか分かんないですけど今の、うん、いやこの間たまたまさ、その20歳のことあって、はい、ちょっとお話する機会があって、はい、ちなみにお父さんとお母さんいくつって言ったら、うん、いやお父さんが45でお母さん44ですって言われて、いや俺お父さんやんと思って、マジかと思って。20歳の子がいてもまあそんな、いやおかしくないですね、うん、ね、それぐらいのね、高校生とかの子供がいてもおかしくないぐらいのね、はい、いやそう考えるとね、思い深いですよ。こんな好き勝手ね生きてていいのかと思いますけども。いやー、あらあらですよ、うん、でもね、あらって言ってるけどあなたもそのうちそうなるからねこうやってね巻き込むんですよ、うん、そうそう、こうやって大して変わんないから、大して変わんない、まあね、5個違いますよ、5個。いや5個って5年でここに来るわけだからね5年のうちになんかね子供を産み落としていかない限りは、こっち側に来る、同じレールを同じレールを行くだけだからそういうことよ。
そうか、そうですね、そういうことですよ。だってさ、 5年違うってことは、はい、例えば20歳とかでさ結婚して子供ができたらさ、何もう15歳ぐらい子供がいるでしょ。高校生の子供がいる、いてもおかしいよ。友達います、やっぱり中学生ぐらいのお子さんをお持ちの方はいますね、うん、やっぱり。そうでしょ、うん、だそれを、そうでしょって、ね、それになっていくのよ。だってそういう道を選んでるんだもの。まあ選んでるからね、しょうがないよね。そう、いやー、そっか、そうだよね。まあ選んでるからしょうがない、はい、うん、そうなんですよ。まあでもね、いろんな幸せの形があるということでね。今日どうしたんですか。動揺結構だからね、結構びっくりしたよ俺、本当に。あ、これぐらいの子供がいてもおかしくないのかと思って。あ、そのね、二十歳のことお話しして、そう感じたってことね。うん、はい、そっか。もうね、二十歳なんてもう立派な大人ですからね。いや、間違いないです、うん、だって最近そのちょっとお仕事でお話しした、今年61になった素敵な男性の方が、うん、ね、28歳ぐらいの、やっぱ30手前のね、娘さんがいる方で、うん、いや、なんか浅野さんが20個上か、そうし20個、ああ、そっかそっか、うん、なんかまだ間に合うか、なんでもない。いや、でもその人の話聞いて、やっぱりお子さんいて60代のこんなパパがいていいなって思って。いや俺も一応言われたよ。何を？もう20歳の子から。なんて？そう、いや、お父さんと変わんないやんって言ったら、あ、そう、いや、こんなお父さんだったら全然一緒に連れ回したいですけどって言ってもらいました。うん、はい、よかったですね。はい、はい、そうやってちょっとね、おじさんそうやって持ち上げられたらさ、もう喜ぶの分かってるから、もう1枚も2枚も上手よ、今の二十歳の子の方が。違いない。できた子です。できた子たちに、はい、ね、みんなね、本当に頭いいですよ。もうちゃんと、もう頭いい、もう本当にね、もう生きていく術を知ってますよ、はい。褒められるとね、おじさんは何でも出すようになるからね。はい。ははは。ははは、でも、まあね、いいんじゃないですか。はい。じゃあ今日もやっていきましょうか。いつものやつから。はい、やっていきましょう。やっていきましょう。じゃあいきますよ。この世の中に人の数だけ人生のステージがある。じゃん。ということで今週もですね、ピックアップをしていきたいなと思います。今週のピックアップ A ステージは玉木浩二ということで、今週はですね、玉木浩二さんをピックアップしていきたいなと思います、はい、ということでね、玉木浩二さん、いや僕すごいなこの人と思って、うん、まあ皆さんもねよくご存知、まあ歌がうまいっていうのは ね、よくご存知だと思うんですけど、うん、まあいろんなアーティストさんがこぞって口を揃えてね言うのは、まあ、玉木さんは別格ですね、天才です、はい、もうマジすごいみたいなね、そんないろんなか、もうね、ミスチルの桜井さんだったりスキマスイッチだったりとか、みんなもういろんな人が言うわけですよ、うん、いや本当にね、もちろん歌唱力もそうだけど、歌唱力だけじゃない、何かこう心を震わせる何かを持ってるよね、うんうん、まあそんなね、玉木浩二さんを今日はピックアップしていきたいなということです。ということでね、玉木浩二さん知ってる？うん、もう知ってるよね。そう、もうなんて言うんですか、私、まあ、世代とかですと、うん、まあ、誰かとコラボレーションされてたり、あとは有名な曲を歌われてる瞬間とかっていうところにはなってくるんですけど、やっぱ印象的なのがね、やっぱりそのコラボやられてる時に、うん、その男性の、ね、歌手の方とコラボされてて、うん、引き出してあげるけど、例えばあの、ね、誰がいいかな、ミスチルの桜井さんとかのコラボとか、はいはい、まあ、有名かもしれないんですけど、うんうん、桜井さんも歌もちろんお上手なんですけど、うん、桜井さんのミスチルの歌が玉木さんの歌になっていくみたいな。いやこれね、ほんとね、うん、なんかこうすごいアーティストの人だって全員自分のものにしちゃうよね。はいはい、ほんと、まあ、これ桜井さんもほんとでもそのところあるかなと思っていて、確かにそうかもしれない。桜井さんもさ、なんかの AB バンクフェスっていうのを長年やってるじゃない、はいはい、あれで結構ね、はい、そういろんな方の曲をカバーしたりとかしていて、うん、やっぱりもうミスチルの曲のようなものになるけど、やっぱりそのなんか世界観を持ってるっていうか、
やっぱりすごいアーティストの人ってそういうものがあるよね。はい、本当に。ただ玉木さんはその中でもちょっともう別格というか、もう玉木節だよね。はい、エネルギーなのかオーラなのか、うん、声からなのか存在なのか、もう全て全てが。そう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 、はい、いやすごいですよね。小野さんは世代っていうか、なおいくつの時にどういう。僕はね、それこそすごく印象に残ってるのは、あれはどれぐらいなの、小中学生、まあ小学生ぐらいかもしれないかな、はい、うん、玉木さんが自分で主演しているドラマがあって、はいはい、その曲、そのドラマの主題歌が田園っていう曲だったんですよ。はいはい、うんうんうん、で田園はソロデビューしての最初のシングルだったのかな、うん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 、ですごくね大ヒットもしたし、そのぐらいのイメージがあるよね、うん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 、で玉木さんを知ってから大人になるにつれて、そのね安全地帯とか、その時のね、うんうん、曲を知ったり、いろんなね過去の曲とかも聴いていくと、あ本当すごいなと思ってね、うんうんうん、うん、もうあと玉木さんの魅力ってさ、まあ僕からしたらすごい魅力だ、男からすると魅力的だなって思うのは、うん、はい、4回も結婚してるんだぜ。すごくない？いやすごいです。いやもう男の人からしたらすごいなんか魅力的な、もうなんか師匠って呼びたくなるよね、うんうん、だって 4回目、4回4回今結婚してるのかな、うん、濃いですよね。なんか濃いよね。やっぱ幸せって自分で作るもんなんだなってすごく思う。いや本当にそうだよ。そう思う、自分で作り出すものだよね幸せって。でもその辺もやっぱりまあある種才能天才肌、なんかそんな感じなのかなとは思いますけどね。あとはなんか、ね、あの今日もまた玉木さんの、ね、統計役何個か出させていただいてますけど、うん、私ね、いやかんない、統計役の扱い方によってね、皆さんあのいろいろ大切にされてることあると思うんですけど、うんうん、私ねやっぱり別に何とかの星だからとか、うん、生年月日が何日だからっていうのを超えている人たちってやっぱいるなって思って。あ、もうそんなの関係なくね。いや関係ない、超越した天才たち。そうだって多分その私も 何個か、ね、今出させてもらってる中で、うん、多分同じ要素の人たちって世の中にいっぱいいるわけですよ。その生かし方と環境と、うん、周りの人に今恵まれたり恵まれるような心得だったりっていうのがリンクして、うん、おこね、出来上がってるものだなってすごい思いますよね最近ね。そうね、うん、これが強みだ。なんか生まれ持った、ちょっとだけ言うと、やっぱ生まれ持ったものが強みなんじゃなくて、うん、その使い方を楽しんでるのがその人の人生なんだって。あ、はい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 、思ってて、あ逆に返すとその、うん、いい、まあなんか要素も、はい、もともと生まれ持った要素があっても使いこなせてない人もたくさんいるってことだよね。あ、そうですそうです。なんか玉木さんの話入る前に、最近使うのがやっぱ分かりやすいのは包丁ですよね。包丁が強みだよって言って、でも最近だって人刺してるだけだから強みと思ってないとか、うん、数のは極端だけど、怖い時に人に向けちゃってるから人がびっくりしちゃってて、うん、自分はそういうつもりがないみたいな。あ、強みの使い方、はい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 、自分はそういうつもりないのに周りをびっくりさせるから、これは弱みなんだと思うみたいな。あ、じゃあ強みを 弱みだと捉えさせる人もいるってことね。それが突きつけてたら周りの人はビクビクしちゃうけど、うん、もしね職人さんでね、板前さんとかなんかでやって、うん、お料理振る舞ったら目の前の人が笑顔になるに決まってるから、うん、包丁っていいよねってなるだけみたいな感じ。あ、使い方の問題ね。使い方の問題だと思う。確かにね、うんうん、っていうちょっとそういう補足でございました。うん、確かに今さ、すごくこう専門性が問われるこう時代になってるじゃん、はい、うん、はい、で、まあ、ある種オタクみたいな人たちの方が逆に重宝される時代なのかなと思うんだけど、うんうん、オタクがオタクのまんまのなんかこう、なんていうの、自分の専門分野でそのオタク系を発揮せずに、ただのオタクでいると周りにとってちょっとなんか敬遠しがちだけど、自分のその専門分野でそのオタクの能力を発揮したときはめちゃくちゃこう、うん、この人すごい人みたいな感じになるよね、はい、なります。そういうことなんだなと本当思う。使い方大事ね、うん、使
え方大事。うん、なので玉木さんちょっとだけお伝えします。はい、どうでしょう、はい、どうでしょう、玉木さんね、そのもちろんそのなんか統計学を超えたものが素晴らしすぎる前提なんですけれども、あのね、持ってる心意気はやっぱりそのね、うん、矢印が全部自分なんか相手のせいにするとかじゃなくて、うん、経験してきたものが全てみたいなとことか、なんていうんだろうな、そのあ頭の良さと、うん、知識力と圧倒的な知識量とか把握する能力とかでプラス、なんていうんですか、繊細さ、うんうん、周りから見たら感覚派って思われるものが表にあって、うん、内側にあるのがそういう自分が矢印自分とか自分とかでもやってみなきゃ分かんないからまずやるとかっていうものがすごく内側が強くて、外側はやっぱりユニークとかユーモアとかっていうところがある要素と、うんうんうん、あとやっぱ、ね、物事やり続けるっていうコツコツ能力とオリジナリティ、人と一緒は嫌ですとか変わってるとか、まあ例えばお互いの理念いいねはまではなるけど一緒がいいとかはないですみたいなとことか、そういう心意気のものも結構多く持たれているっていう感じでございます、はい、オリジナリティはめちゃくちゃ感じるよね、うん、いや本当にその、うん、なんていうのやってる、それこそ私がよく名前で生きるとか言うけど、玉木さんも何やってるんですか、うん、歌手とかじゃなくて玉木ですみたいな、玉木浩二ですみたいな浅野です浅野ですみたいな浅野です浅野さんもそういう節あると思うんですけれども確かにね、確かにそうかもしれないね、歌手ですとかじゃないかもね、うん、そうそう、なんかその、まあ、その結婚4回してるとかっていう話も出たけど、はい、まあそういうのもひっくるめてなんか人生として何か自分を表現してるような気がするよね、うん、まあ 歌はもちろんそのメインのものになるのかもしれないけど、はい、なんか玉置浩二の生き方みたいなもので表現してるような気がするよね、僕もこれね、たまたまやっぱり玉置さんをこう、はい、思い出したというか、またさらに興味を持ったのは、うん、NHK の番組でなんか特番があって、うんうん、で僕あんまりテレビ見ないんだけど、たまたまテレビつけて、うんうん、それがやってて、ついついやっぱり見ちゃったんだよね、うん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 、でそれでやっぱりまた、あ、玉木さんすごいなーというものだったり、うん、あとはなんかその被災地にあの勇気づけるために、うんうんうん、あの歌を歌ったりとか、公民館みたいなところに人を集めて、あの生歌でね、ギター一本でやったりとか、はい、なんかそういうことをやってたのよ。でそこにまた再会しに行くっていうか、うんうんうん、会いに行ってたりしてたんだけど、はい、なんかそういうね一面も見て、やっぱり温かい人だなって、なんかちょっと破天荒でさ、もう自由人みたいなイメージがあるけどでもなんかすごいそういうところに愛情を持っている人、でも結婚4回もしてるってもう愛情の表れでしかないような気がしてて、本当ですよね、だって、うん、もう1回とかじゃない、愛したいとか共にしたいとか、そう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 、なければしないですよね、そうそう、愛情と責任のなんか塊みたいな感じなんじゃないそうかも、うんうんうん、だって結婚なんてめんどくさいじゃん、どっちかっていうと一人の方が楽なことって多いじゃん、うんうんうん、で人を愛することもなんかこうフリーで愛した方が自由なわけじゃん、自由、その責任とかその無責任って意味じゃないけど、うんうん、その自由さが出ますよね、人間群がある中でね、うんうん、もうそこを制限して責任を負ってまでも愛したいっていうのってすごいよね、うん、それを4回もやってるのからすごくない？めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる、いや、ほんと師匠だなと思う、もう師匠に勝手にはしております、師匠だ、そう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 、いやだからなんかそこがその番組がきっかけで、でたまたま僕の、まあ、身近な方でね、なんかたまたまその同じ番組を見ていて、でそれを見て、わ、玉木さんのライブ行きたいってなって行ってきた人がいて、お、あ、はいはい、で、うん、その人のこう感想を聞いたんですよ、はい、もうめちゃくちゃ感動したと、絶対一度は生で聞いた方がいいって、でもうほんとね会場泣くっつってたね、いや泣いちゃいますよね、うん、で意外だったのは、まあ、まあちょっと自由人だしその時の 何かテンションとかもあるのかもしれないけど、うん、あのライブ中 MC 一切ないって、え、そうなんですか、うん、え、
なんかこうお辞儀したり身振り手振りで言って余計な喋り全くないって。だそれを僕他のねライブとか見てないから、その聞いた話だけだからちょっと何とも言えないんだけど、もし他のライブでもそういうことでやってたら、本当に歌だけで見せようっていうプロフェッショナルなんだなっていうね。すごい。でも逆に装飾はいらないのかもしれないよね、あのレベルになると。うん、でそれを聞いた時にそうなんだと。でもなりたい、うん、歌だけのパワーで十分っていうね、はい、感じがしましたけどね。いやすごいお方だと思います。インパクトになってきました。うん、結構ね全国的にもツアーをやってるっていうことだったので、うん、うんうん、割とチャンスはあるんじゃないかなと思いますけどね。うんうんうん、一回は行きたい。ちょっと母親連れて行きたいです、本当に。いや、いいと思います。泣くと思うよ、お母さん。お母さん泣いちゃいますよね。泣くと思う。やっぱりね、メロディーっていう曲でみんな泣くって言ってた。ああ、メロディーはやっぱ泣いちゃう。もう周りみんな号泣って言ってたもん。いや、でもそういうパワーはあるよね。で、その方ね、たまたまね、MISIA さんのライブも行ったことがあるんだって。MISIA さんも泣いちゃうよね。って思うじゃん。はいはい。で、まあ、MISIA さんもやっぱりボーカリストとして、女性ボーカリストとして圧倒的に日本でナンバーワンだっていうぐらい言われてるような人じゃん。はい。で、MISIA さんのライブと玉置浩二さんのライブを比べた時に、うん、MISIA さんのライブはめちゃくちゃうますぎて圧倒されたっていう感じなんだって。うんうんうん。でも泣かなかったんだって。そのすごいとか圧倒されたって。うわすごいみたいな。ただ玉木さんのライブは勝手に涙が出てくるんですが、はい、もうとりあえず両方体験したいっていうところもあるんですけど、ね、すごいよね、はい、すごすぎます。うん、いや本当だからね、玉木さんって本当すごいなと思って。まあブランディングの要素ってあんまり、はい、もうないじゃないんだけど玉木浩二さんでしかない。表紙で言うと、うん、いつしか知らないにしたよね。あ、そう、今なんかねタイミングで言おうと思った。そうそう、はい、すごい素人プロなのに素人みたいなこと言ったけど、いやあんまりブランディングらしいところってあん、うん、まあ、そんなもう必要ないというか、でなんか容姿の部分だとその白髪を隠さず染めてたところも染めなくしてみたいなところはあるなと、ありのままでこう表現してるなみたいなところになるかなと思うし、うんうん、本当にだからもうありのままを出す、はい、で逆に一貫性がないところも含めてなんか玉木さんっていうところのブランディングはしてるのかなと思うんだよね、うん、だでも全然そんなぐらいじゃない。逆にここからがだって 66歳みたいな。私ここからが楽しみ。70代の玉木さんすごい楽しみ。たださ、みんな歌唱力って、はい、なんか変わってくじゃん、年齢とともに。ちょっとうまく歌えなくなってきたりとか、はい、でそれって多分一つの区切りみたいなのが、まあ、50代から50代60代ぐらいであると思うんだけど、うん、今66であの歌唱力ってやばいと思うんだよね。はい、やばい。そう思いました本当に、うん、だって今がこれなんだもん。今がこれってすごいよね。すごい。え、思った以上にね、うん、アーティストの方、ボーカリストの方って、うん、何か喉とか何か支障をきたして、うん、休養したりとか、それこそ病気で手術したりとかっていう人って多いと思うのよ、うん、何事もなくあの歌唱力でやり続けてることって本当奇跡だと思うけど、すごいことよね。これからの玉置浩二さん、みんなでね、ぜひチェックしていただけたらなと、ね、僕らもライブ行きたいね、とりあえずね。行きたいです、うん、行きたい。いや、あの感動を一度ね生で味わってみたいなと、はい、絶対泣くな俺。泣いてます、絶対泣くと思うすぐ泣くから泣いて浄化してください、うん、という間にねもう時間が来てしまったということでね、はいはい、もう今日はちょっとまあ今まで割となんて旬なというか若手のアーティストの方が多かったけども、ちょっとなんか超ベテランっていうところでね、
今週は玉木浩二さんをピックアップさせていただいたということになりますので、はい、また来週もねぜひ、ちょっと収録での放送にはなるんですけども楽しみにしていただけたらなと思います、はい、というわけで今週もエッセージ聞いていただいてありがとうございます。パーソナリティは浅野木人と MC の立石舞子でした。また来週バイバイ。You're listening to A Stage.